歴代スマブラの参戦ファイター解説をしたと思います。で、登場するキャラクターを一人ピックアップして、そのキャラクターの小ネタや元ネタを紹介します。原作や元ネタを知っていると、スマブラがもっと面白くなるかも？それでは、行ってみよう。今回のキャラクターは？パックンフラワー。パックンフラワーは大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの追加コンテンツとして初登場したキャラクターであり、原作からは想像できない素早い動きと、トリッキーな技で相手を翻弄して戦うキャラクターとなっている。今回はそんなパックンフラワーを映像と解説とともに見ていこう。パックンフラワーの初登場は1985年に発売されたスーパーマリオブラザーズである。初登場時は今のような赤色の配色ではなく、緑と黄色の配色となっており、赤色の配色が登場したのは実は、スーパーマリオブラザーズ3から。土管に生息する人食い植物であり、近くに相手がいると手当たり次第に攻撃する、凶暴な習性を持っており、本能の赴くままに生きている、ある意味羨ましい生き物、植物ではあるが、スマブラに参戦しているパックンフラワーにはテクテクパックンやフーフーパックン同様に、足のようなものがあるため、しっかりと走ることができ、また、マリオテニスエースでは口でラケットを持ってプレイしたり、切り札時に登場するボスパックンもカートレースに参加して、運転しているあたり、やろうと思えば何でもできる種族なのかもしれない。また、自然オーナチュレによるとパックンフラワーの種類は現在、約50種類以上も存在しているらしく、非常に多種多様な生き物。というわけでうく主独断、私が今まで見てびっくりしたパックンフラワーの種紹介。骨パックン。こちらはニュースーパーマリオブラザーズ2で登場したパックンフラワーであり、名前通り骨のパックンフラワーなのだが、次はパックンフラワーの技の名称や動作などの元ネタを解説。横スマッシュ攻撃時のパックンフラワーは、マリオギャラクシー2で登場した、意外がパックンを再現したものになっている。上必殺技はリーフローター。歯を高速で回転させて高く上昇することができる技。歯を回転させて高く上昇するという共通点から、こちらはスーパーマリオワールドで登場した、Pパックンが元ネタになっていると思われる。通常必殺技は修輪板。体内から修輪板を出して、口の上で突き上げて相手に飛ばす技。こちらはスーパーマリオブラザーズ3で登場した、フーフーパックンが元ネタになっており、原作での修輪板の独特な動きもしっかり再現されている。ちなみにこのフーフーパックン、スター状態で修輪板に攻撃するとなぜか本体のパックンも一緒に倒れてしまう仕様になっている。下必殺技はロングレンジパックン。顔を一度引っ込めて力を溜め、飛び出して相手に噛みつく技。溜め中と伸びている時にはスーパーアーマーがついている。直接相手に噛みついたりはしないものの、茎を伸ばす動作は、マリオ&ルイージー RPG2 で登場した、土管パックンの攻撃前の動作を再現したものと思われる。横必殺技はポイズンブレス。体内から猛毒を吐き出して、相手に大ダメージを与える技。こちらはスーパーペーパーマリオで登場した、ポイズンパックンが元ネタになっている。ただ、原作での毒切りはスマブラのような紫色ではなく、濁った黄色となっている。また、このパックンフラワーがこのようになったのは、生息する環境が悪化したためだと言われており、いわば周囲の環境に適応するために進化した姿なのかもしれない。ちなみに毒を吐くパックンフラワーは他に、マリオ&ルイージー RPG3 で登場した、ドックンフラワーやマリオオデッセイで登場する、毒パックンなどがおり、毒を吐くパックンフラワーの種類は意外と多い。そして最後の切り札はボスパックン。ボスパックンを召喚して、相手をカゴの中に閉じ込めて、最後に炎を吐きながらカゴを叩きつけて相手を吹っ飛ばす技。こちらはスマブラ X の悪夢の使者で登場した、ボスパックンの攻撃動作を再現したものになっている。余談だがこのボスパックン、スマブラではなんとも怖そうな雰囲気を出しているが、原作で初登場したマリオサンシャインでは、マリオ相手に大声で威嚇すると、その衝撃で床が抜け落ち、そのまま自分も落下してしまうという、ネタキャラっぷり。また、スペシャルでは口から炎を吐いているが、原作では炎ではなく、泥。また、このボスパックンはなんと、空を飛ぶことができるのだが。はい。次に勝ち上がり乱闘について解説。パックンフラワーの場合は、スマブラ SP 初参戦したファイターとボスが対戦。相手として出てくるというものになっている。最後はパックンフラワーのカラーバリエーションについて解説。
2P からは冒頭で説明したように、スーパーマリオブラザーズの時のパックンフラワーを再現したもの。3P からあの黄色の配色は、ヨッシーアイランドで登場する、ポンキーパックンがダメージを受けた時の配色を再現したものと思われる。また、このポンキーパックン、黄色状態からさらにダメージを受けると、おなじみの赤色の配色に変化するようになっており、ダメージを受けるたびに顔の色を変化させる、ちょっと変わったパックンフラワー。4P カラーのピンク色の配色は、スーパーマリオ 3D ワールドで登場する、のびのびパックンの配色を再現したもの。5P カラーの黒色の配色は、スーパーマリオ 3D ランドに登場する、インクパックンを再現したものと思われる。6P カラーの白色の配色は、冒頭で説明した、骨パックンを再現したもの。7P カラーの紫色の配色は、マリオギャラクシーで登場する、トゲトゲパックンを再現したものになっている。8P カラーの青色の配色は、スーパーマリオブラザーズの地下で登場するパックンフラワーを再現したものと思われる。